ヒーローインタビュー終わりました。平野くんが言います。行くぜ、ビーズスピリッツ。俺のオリックス。ハッピー。ガーッ。これで、ケイさんよろしい？はい、ね、最高じゃないですか。最高だね、はい、ハッピーグッドだよね、これでいきますんで、ピー岡田さんはこれまあまあ上手だったね、昔から。さらに一つになろう、みんな一緒に輝こうって。一回マイク入ってなかったけど ねあれは T さんが悪いんじゃない、あれは PA さんが悪いそう、あれはオンオフのマイクだじゃないんですよ。カラオケのやつ違いますからね。あれは、まあこれなら透明さんも上手にできるということですか。ねえ、ちょっとね。僕でも透明の好きでしたけどね。ねえ。みんな一緒に輝こう。ね。なんかこうどこで輝こうって言っていいのかよくわかんないっていう、グダグダ感が素敵な透明さんですけど。ということで、Tさん、今年はね、この新しいユニフォームもあります。はい、そして新しいキャッチフレーズができて、新しい合言葉っていうのもできました、ということで今日は皆さんと一緒に楽しんでまいりましたけども、短い時間でしたけども、今日本当足立選手がお越しいただく予定ではあったんですが、その辺は残念ではあったんですけども、皆さんも一つ足立選手に早く治れという気を、ね、送ってあげてください。よろしくお願いします。そして T さん、最後に今日の皆さんに今シーズンにかける思いをもう一度重複するかもしれませんが、はい、一言お願いしたいと思います。はい、今日本当に寒い中、たくさんの方に来ていただいて、ありがとうございます。本当に毎年言ってますが、今年こそと言ってますが、まあ、本当にみんな年々強い気持ちを持って、シーズンに臨んでますし、なんとかファンの皆さんと一緒に、喜びたいと思ってみんな頑張ってます、なので本当に今年こそはみんな一つになって、優勝目指して頑張っていきたいと思いますので、今年もぜひ熱い応援をよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。本当に期待してます、ね、本当は選手のファンの皆さんにもっと悔しい思いをしてるんですからね。今年はみんなで本当にシーズン終わった後は、はい、ね、半年ももっと先かな、10月11月にはみんなで笑っていられるようにね、したいですよね。はい、はいですね。ということで今日は T 岡田選手にお越しくださいましたわけなんですが、この後はサイン会があります。で、残念ながら今日お越しいただいた方全員に皆さんにサインするという時間もございません。抽選に移らせていただきたいと思いますね。それでは皆様お手元の番号札、入場の際にお持ちいただいていると思うんですが、ご用意の方お願いしたいと思います。それでは抽選番号の方よろしくお願いします。はい、それでは T 岡さん、まず2度引いていただきます。まず1つ目、ピンポン玉が入ってます。さあ番号何番ですか？お、3番。3番、まず3番の方おめでとうございます。もう一つ引きます。4番。3番4番、グリーンアップです。はい、それでは3番と4番の、カード裏を持たれた方は見事サイン会の当選ということになります。今しばらくお待ちください。それ以外の方、残念ながら、ここは、当たるということにはなりませんでしたけども、本当に今日はありがとうございました。一足先にですね、皆さんには、ご退出願うということになるわけなんですが、お帰りの際に今日のこの俺のオリックスのステッカーを皆様に全員にお配りすることになっていますので、どうぞお受け取りくださいませ。よろしくお願いします。本日は長い間、いや短い間かもしれませんが、ありがとうございました。今年のキャッチフレーズは俺のオリックス、そして合言葉はハッピーグッドということで、今日は、ありがとうございました。